カットにしなあかん。いや、カットできませんよ、もう。あの、流しますからね。うん。生きた労働の消費。うん、あったかもしれないけど、俺まだ読み始めて間もないからね。え、俺読み始めて間もないの、うん、え、俺も撮ってんの？もうやだって。はい。はい。この、ね。その写真だけ撮るわけじゃないですか。はいはいはい。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 今日は、はい。いきますよ。はい。じゃあ。今日お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。今日は、審判の資本論観光記念講演会ということで、なかなか長時間にわたるね、お話をいろいろ聞かせていただいて、まあ、C さんの話もあったし、ね、あの、萩原さん、山口さん、ね、社会科学研究所長、ね、はい。あの、不破鉄道さん。もう、なんか、本の山に隠れてね、若干見えなかったんですけど、本いっぱい並べてましたからね。はい、なぜ本が並んでいたかは、また動画をご覧ください。動画をね、そうね、あの、本編がね、あの、はい、あの、共産党の報道、あの、流れてますから。はい、で、これ、資本論。うん、はい。ね。はい。2012年なんですが、はい。あの消費税増税問題で世間がわらわらしていたときに、うん、C 委員長が、はい、国会質問で、はい、やるということになって、え、でそうなんですか、見ていたときに、はい、あの2012年ですね、はい、これはもう絶対消費税増税問題だと思ってたら、うん、労働の問題だったんです。なんとで、えっ、と思って、うん、その時に、うん、資本論の中に、はい、生きた労働の消費だったと思うんですけど、はい、その一文が載ってて、あの質問はこれだということで、資本論と、はい、うん、我が党の国会質問がつながってピタッとつながってリンクしたという、そういう思い出がございます。あ、そうなんですか、はい、そんなあるんですか。その時の吉井さんは何をされていたんですか。衆議院大阪12区の候補者。候補者でね。あ、候補者だったんですか。あ、その時ね。そうだそうだ。はい。あの、ちょっと前ね、あの、違う人が候補者でしたけどね。あの、急に取って代わった人が候補者でしたけど、あの、ね、後ろでガラガラ動いてますけど。はいはいはい。はい、まさかそこに話が振られた。うん。そっか。資本論が、そういった意味では、ね、メモリアルな。そうなんです、うん、まあ、国会質問にも生きてたって話ですね。そうね、だからとにかくもうその国会質問に、うん、あの感動して私泣いてしまったんです。泣いてしまった、すごい感動巨編ですね。でこれあれですよね、資本論今回ね一冊目ですけど、次々とねなんか発行されていくんですよね、はい、これね、2ヶ月ごとに1冊ずつ発行される、ね、2年後ですよ、だから最後、はい、ね、そうですね、はい、ね、あ、最後2年後、そうなん、結構かかりますね。はい。じらしてじらして。はい。ね。じらしてじらして。その間ね、じっくり読めますね。じっくりね、2ヶ月ずつで頑張って、ね、頑張って、はい、そう。読んでいければ。はい。ね。ぜひ皆さんは申し込みしてください。ね。ね、はい、新日本出版社から。新日本出版社さんです。はい。はい。ぜひぜひ。よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。